カール・ビル・ヘルム・フォン・ハイデックは、ドイツの軍人、画家である。現在のフランス、モゼル県のセラル部で生まれた。祖父は原スイスのアンデルフィンゲンの在時代官を務めた人物で、父親は、フランス軍の将校で、アマチュア画家であった。美術を、ヨハン・ハイン・リヒ・マイヤーラに学んだ後、1799年に、スバイブリュッケンに移り、1801年には、ミュンヘンに移り、 士官学校に入学した。同時に絵画の修行は続けた。1805年にバイエルン王国陸軍に任官し、1805年、1806年、1809年にライン同盟に参加したバイエルン王国軍の将校としてナポレオン軍に協力してオーストリア軍やプロイセン軍などと戦った。1810年には義勇軍として半島戦争に参加した。 1813年のライプツヒの戦いでのナポレオンの敗退後、ライン同盟は解体した。1814年からは後にバイエルン国王になるルートビヒ一世がロンドンやウィーン会議に参加するのに同行した。1826年にギリシャ独立戦争を支援する義勇軍に加わり、1827年にはイギリスの元軍人、 トーマス・ゴードンの指揮下で、アテネのアクロポリスのギリシャ人救援のために働いた。1827年に、ギリシャ暫定政府の大統領イオアニス・カポディストリアス、ニナフプリオの司令官に任じられ、アルゴスの軍政官にも任じられた。1829年に健康上の理由でギリシャを離れ、1930年にミュンヘンに戻り、バイエルン王国軍に復帰した。 1832年にギリシャ王国が成立して、バイエルン王国皇太子を孫一世が国王に迎えられた後、再びギリシャで働き、軍政の整備などの仕事をした。その後、バイエルン陸軍に復職し、1844年に男爵に任じられ1850年に中将に昇進し、陸軍省の審議官などを務めた。ミュンヘンで死去した。 画家としては主に風景画を描いた。ありがとうございます。